安記義理上竜氏総府竜屈は、前官の皇族、中山安志王、竜将の子で、武帝の老い、軍隊主となるまでの履歴は不明。進むは2年、軍隊主から左上将に任じられ、方向に封ぜられた。その年、いとこの霊大使、竜四ろが反乱を起こすと、兵を上将府にも差し向けた。竜屈は、単身逃げ延びたが印字を失った。 竜屈は霊体師の反乱を公表せずに理球である関戦宮にいた武帝に早うまで報告すると武帝は上昇には周行団のような風格はないな。周行団は関、斎を注したではないかと言い,い、長安の城門を閉ざして反乱者を閉じ込めて撃つよう命じた。竜屈は反乱鎮圧軍を指揮し、5日にわたる反乱軍との交戦で数万人の死者を出したが、 大使は自殺し、なんとか、反乱鎮圧に成功する。進むは三年、リコーリが武帝から郷土討伐直命を受け、五元に出兵する前に、遠石のリ屈と主演を組み交わした。その時に、リコーリは、妹の産んだ、マサユウを、リを大使にするよう密図りごとした。リ屈が、伊波島で見送った時、リコーリは彼に向かって、早く、あなたが、 小遊王を大使に立てるよう陛下に請願することを願います。もし小遊王が帝に即位されるならば、あなたは今後何も憂うことなどなくなるでしょうと言った。後に内謝礼の各条が、上昇夫人は、上昇がしばしば皇帝陛下からせ跡を受けているため、陛下を図書しており、また利公利と共に、正さ遊を定位につかせるべく祈祷していますと、告発し、隆屈は、 食料を乗せる車で引き回された上に、溶山の刑に処され、妻子も斬首され、市場にさらされた。リコーリの妻と娘はリコーリの兄のリノブ一家と共に投獄され、後に処刑された。その方を聞いた、リコーリは強度に投稿した。ありがとうございます。